積みわらは印象派を代表するフランス人画家クロード・モネが描いた収穫後の畑に積まれた星草の山を描いた一連の絵画の総称。競技にはフランス人画商で美術視野のダニエル・ウィルデンシュタインが作成した印象派絵画作品の目録であるウィルデンシュタイン作品番号2266番から1290番として記載されている。 1890年の夏から翌年の春にかけて描かれた25点の絵画群を指し、講義にはモネが同じテーマでその他の年代に描いた絵画を含めることもある。同じ主題を異なる時間、季節、天候それぞれの光の下で描き分けた作品群としてよく知られ、フランスのジベルニーの当時モネが住んでいた家のすぐそばにあった畑をモデルに描かれた作品である。 積みわらは、モネの作品の中でも、最も重要な絵画となっている。モネの絵画を多くコレクションしている、美術館として、パリのオルセー美術館、マルモタンモネ美術館、マサチューセッツのボストン美術館、ニューヨークのメトロポリタン美術館、ニューヨーク近代美術館、東京の国立西洋美術館などが挙げられるが、25点の、積みわらのうち6点が、 イリノイのシカゴ美術館の所蔵となっている。その他に、積みわらが所蔵されているのは、ボストン美術館に2点、オルセー美術館に1点、ロサンゼルスのゲッティセンター、1888年から1898年に描かれた積みわらの初期バージョン5点のうち1点も所蔵するコネチカットのヒルステッド美術館、エディンバラのスコットランド国立美術館、 ミネソタのミネアポリス美術館、チューリッヒのチューリッヒ美術館、バーモントのシェルブンミュージアムが挙げられ、個人が所蔵している作品もある。モネは1883年にジベルニーに住まいを移し、それ以来死去する40年余りに描かれた絵画の多くは自宅から3キロメートル以内の風景を描いたもので、積み藁も自宅のすぐそばの情景を描いている。 モネは季節ごとに移り変わる、自宅周辺の絵画的な風景に見せられていた。モネはそれまでにも雰囲気は異なるが、同じような風景画を描いていた。しかしながら、画家としてのキャリアを積むうちに、空気の描写は描かれた対象への指摘効果として、表現されるだけではなく、彩色の調和と豊かな色彩の仕様へとつながっていった。一般的に見て、 小さく固く積み上げられた藁の山は絵画の題材とするにはあまりにもシンプルで画家の想像力を刺激するものとは言えない。しかし現代美術史ややモネの友人はモネが描いた作品の主題は深い考えと分析のもとに慎重に選ばれていたと指摘している。モネは積み藁が日光のもとで様々にその表情を変えることに着目し同じ主題を 同じ視点で描き続けた。モネにとって、積罪原の連作を描いている時に、時刻によって変遷する積罪原をより確かに、表現するために、アトリエに戻って描くキャンバスを交換するようなことは、ごく普通のことだった。星草の山をモチーフに描かれた、積罪原の作品群は、藁の山とも、穀物の山とも呼ばれる。4.5メートルから6メートル程度に積み上げられた。 山は、フランス・ノルマンディ地方の田園都市における美と、豊穣を象徴する光景だった。これら積み藁は、穀物の茎と実が、より分離しやすくするために乾燥させる期間の、貯蔵庫としての機能を持っていた。ノルマン人は、穂から小麦を脱穀するまでの保護カバーとして、積み藁を利用していたのである。脱穀機の数は限られており、村から村へと巡回して、 小麦の脱穀を行っていた。小麦の収穫期は7月だったが、すべての村に脱穀期が巡回を終えるのは、翌年3月までかかることもあった。穀物の保護カバーとして、わらを利用するのは19世紀半ばには、ありふれた手法となり、コンバイン収穫期が登場するまで100年以上にわたって使用されることとなる。わらの形は地方によって様々なものだったが、 パリボンチやジベルニーが位置しているノルマンディー地方では丸い形が一般的なものだった。モネは自宅近くを散歩中に積みわらの存在に興味を抱き、一緒に散歩していた義娘のブランシュを手でに2枚のキャンバスを持ってきてくれるように頼んだ。積みわらを描くキャンバスは、ドンテ用、青天用それぞれに1枚ずつで十分だと考えていたためである。 しかしながらモネは、積みわらが見せる、様々な表情を絵画に表現するには一枚や二枚のキャンバスでは足りないことに気づき、すぐにアシスタントに手押し者に積めるだけのキャンバスを運んでこさせたと言われている。モネは、絵の具、イーゼル、そして多くの描きかけのキャンバスを手押し者に積んで出かけることを日課とし、 刻々と変化する積わらにふさわしいキャンバスを選んで描き続けた。描き始めの頃は屋外で太陽光の下の積わらを写実的に表現していたが最終的にはコントラストの付け足しや一連の積わら作品全体に調和を与えるために当初描いていた屋外の写実的な表現を屋内のアトリエで描き改めている。モネは多くの罪原を描いた。 初期に描いた風景画にも背景の一部として描かれており、1888年の収穫期の積みわらを主題とした5枚の絵画も残している。しかしながら連作積みわらとして現在広く知られているのは1890年の収穫期を描いた25点のみである。しかしながらこれら25点以外にも時によって、 積みわらとみなされる作品も存在する。例えばヒルステッド美術館は所蔵する2点の作品のうち1890年の収穫期を描いた作品は当然として1888年の収穫期を描いた作品も積みわらに含まれると考えている。積みわらの連作はモネが何度も描いた時刻、季節、天候など自然要因の変化が 主題に及ぼす効果を描き分けた最初の作品群の一つである。モネにとってこのような作品群の制作は1889年のクルーズの警告を描いた10点余りの作品に始まっており、以降のキャリアにおいても同じモチーフを連続して描き続けた。モチーフとしてみわらの連作に描かれているのはありふれた星草の山だが、 連作の根本的な主題は移ろいゆく光といえる。季節、時刻、天候によって移り変わる光が作り出す微妙な彩が、モネに、積わらを連作として描かしめた。星草の山という、同じモチーフは、光の変化がもたらす微妙な彩を描いた、この作品群の比較を容易なものとしている。積わらの一作目は1890年の9月下旬か10月初旬に、 描かれ、モネは、その後7ヶ月にわたって、積わらの連作を描き続けた。同じモチーフを、異なる光、天候、空気、雰囲気で大量に描いた画家はモネが初めてだと言える。オプラ並木から、秋、1891年、フィラデルフィア美術館1880年代から1890年代に、かけて、モネは、早朝のセーヌ川、 ポプラ並木、ルーアン大聖堂、ウェストミンスター宮殿、スイレンなどの連作を描いた。非常に多くの作品を描いていたため、モネは夜明け前に起床することも珍しくなかった。早朝のセーヌ川の連作のために、モネは作品制作に夜明け前という時間を選んだ。それは通常よりもシンプルな光の下で容易にモチーフを描くためで、 夜明け前の太陽光はそれほど急激には変化しないという理由があった。しかし午前3時半という気象時間は、いかにモネが早起きを日課にしていたとしても、桁外れのものだったに違いない。早朝から実感が杉光の具合が変化すると、モネは今まで描いていたキャンバスから次の時間を描くための別のキャンバスへと交換したと考えられる。 刻一刻と変化する光のわずかな違いを表現するために、1日に10枚から12枚もの制作を同時進行することもあった。このような制作過程は天候と絵の進捗状況に左右され、完成までには数日間から数週間、時には数ヶ月間にわたって繰り返された。そして季節が変わると制作過程もまた最初から始められた。 自然光が与える効果にはわずか数分間にしか続かないものもあり、そのような効果を表現する絵画の中にはた日に数分間しか描くことができないものもあった。さらに複雑な問題として、例えば日の出からの太陽光は即座に変化するため、積みわらの連作の中でも特別な制作過程が必要だったと考えられている。また、色相は連作の 各作品ごとに明確に異なっている。それぞれの作品で、色彩は直接光を表現するだけではなく、間接光、反射光を表現するために使用されており、季節ごとに異なった時刻で描かれた積みわらには、様々な色のスペクトルが光として表現されている。その結果、積みわらから反射した光は独特の色彩で描かれ、 この絵画を見る者に対し光が常に変化しているかのように見える。多くの著名な画家たちが積みわらの影響を受けており、フォービスムを代表する画家であるドランやブラマンクたちも例外ではない。カンディンスキーの回想録には積みわらについて突然私に提示されたのは思いもよらないほどの色彩の広がりだった。これまで理解することすらできず、私が 密かに考えていた絵画表現におけるとてつもない野望をはるかに凌駕するものだったという記述がある。積みわらから雪の降下1890年から1891年ヒルステッド美術館積みわらの連作はモネに経済的な成功ももたらした。連作のうち15点は1891年5月にフランスの画商ポール・デュララニ・イコール・リュエルによって 展示会が開催され、すべての作品が数日のうちに完売しており、一般大衆にも大好評だった。フランスの作家オクターブミルボーも、罪原を称賛している。また、罪原は、田園風景の顔であり、これらの絵画を見る者が、田園地帯が今後工業地化あるいは、市街地化するのとは、無関係に、このような田園の伝統を守るべきだと考えることは、 間違いないと書いたものもいた。田園地帯を日々の様々な問題からの避難場所と考え、自然と十分に触れ合える故郷であると表現したのである。印象派のフランス人画家カミー・ユピサロも、積みわらは幸福感を漂わせていると語っている。ほとんどの積みわらが即座に最大戦フランで買い手がついた。その後、 モネの作品の価格はさらに冒頭し始めた。その結果モネはジベルニーでの家と暮らしを完全に手にすることができ、現在も観光地として名高い水蓮の池の制作を手掛けることができるようになった。数年間に及ぶ待望生活から解放され成功者の一人になったのである。積み藁はモネが追求した光と空気の表現の象徴であり、 自身の芸術表現において完全論者であったことを証明している。モネは何かが欠けていると感じた連作の作品群を少なくとも一つ以上破棄している。モネが不完全で不出来であるとみなした作品を破棄したことは多くの顧客の証言がある。1903年から1909年にかけて描かれたロンドンの風景の連作と水蓮の連作の多くが 破棄されたと考えられている。これらの連作の展示会を予定していた、デュラミコール・リュエルにモネは、自身の満足感のために30点以上の作品を破棄したとして、展示会を延期させた。罪原は、このような、モネの厳しい自己批判とそれによる作品の破棄から、免れた作品なのである。モネは1888年の収穫期に、 セーヌ川左岸沿いの丘陵と右手にジベルニーの家々を背景にした二つの積みわらを描いた作品を三点制作した。そして同じ場所から視点を左に映した丘を覆うポプラ並木の風景画を二点描いている。ありがとうございます。